早い時間から、はい、早い時間からサビキ釣りですか。いや、ジグ投げた、はい、ああジグサビキで、サバやね。おお、サバ出ました。お見事です。8時40分ケーソンから参ります。入り口で帰り際のね、中学生とお会いいたしまして、サバが1本釣れておりましたね。さあ今日はどうでしょうか。黄色の漬け込みのオキアミで刺し餌が当たりましたね。中魚材がチヌグルメ、意外とね、これ酵母がいっぱい入ってるんでいいんですよね、グルメ。で、西宮ケイソン深瀬釣りですね。この子もヒレ長いですね。はい、チヌ好調に釣れております。あー、ジグサビキで釣れましたね。わー、追ってもうたけど、よかったよかった。大体ありがとうございます、ね、これが、わー、ありがとうございます。やりましたね、はい、2匹ゲットでございます。サビキでございますね、うん、やっぱりちょっとサイズがダウンしましたけどね。その分数が増えましたね。うーん、お見事です。あー、まあまあ20、30弱か、サイズでございますよ、十分ね。いやー、お見事。あー、いいさばきました。パキですか。このラストの最後の最後がよく釣れるんでね水捨てた時とかによく当たるんでね、これね、はい、ケイソンのエビ巻きが楽しいですね。これもうパンパンですわ。チヌチヌ羽、ね、お見事でございます。棚は3キロですね。エビ巻きで続々釣れております。綺麗な羽でございますね。お見事です。あ、何で、あ、一緒に入って、ジグサビキで、今日はジグサビキで釣れましたか。昨日もちょっと、うん、昨日も釣ってたの。はい、7匹ぐらい。昨日7匹、はい、おお、すごいな。それ何時ぐらいに。これは8時やろ、まあ、8時、いや8時前、朝7時、あ、じゃあ7時、7時台。昨日は、昨日は8時、昨日は8時、おお、それ釣ってないの。お見事です。いい方来ましたね、うん、丸々太った。何を食べてるんでしょうね、彼らはね。何なんですかね。やっぱりコツはホールですね。ホールで釣れております。棚はそこに近いですね。そうですね。そこに近い方ですね。中層からホールするのがいいですね、はい。ちょうど当たりましたね。潮動き出すと思ったところで。よいしょ。フリーホール中に、ヒットですね。あ、バレた。あらー。手前でバレちゃいましたね、残念、はい。昨日ね、7本、8本かな、釣られてた方ですね。しゃくりの後のフォール、これでね、穂先にクンと当たりが出ると、うまいですね、むっちゃお上手ですね。トントンで、手前まで来たら回収と、で投げ返してもう一度繰り返すという感じの釣り方ですね。うまいですね。しゃくしゃくしゃくり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 、はい、フォール、フォールで、これね、テンションフォールです。しっかりと糸張って竿先に当たりを出すようにテンションをかけてフォールです。ある程度落としたらまたしゃくりと。まあですから9時ぐらいか。おお、やっぱのっこみの時期のね、死ぬっていう感じですね。ちょっと腹膨れ気味っていう感じですね。綺麗な、うん、すごい色してますね。しま模様でね、このなんかこの緑とも紫ともなんかこう言える綺麗な血ぬです。今日は内向きで2本ですね。あ、そうです。素晴らしい。でも2つかかってただけなんですけどいや、日本は日本ですからね。日本は日本ですからね。はい、芦屋の東側に来ましたが、今日は釣り人いらっしゃいませんね。風は南から穏やかですね。いい天気でございます。西側の石畳やってまいりました。風は南からちょっと吹いてますね。はい、西側の石畳、色白チヌが
今日はエビ巻きですか。あ、エビ巻きで釣れました。お見事ですね。北側の方やってまいりました。風はこっちは穏やかですね。のっこみちぬのね、季節なのでオキアミ深瀬釣りでチヌ狙えます。なんか釣れてそうですね。今ちょうどタイミングよくヒットしましたね。北側のチヌですかね。おお、やっぱチヌの方が多いですね最近。羽よりエビ巻きでございますね。よう引きますね。うわー、引く引く、かなり元気ですね。はい、おめでとうございます。素晴らしい、バッチリの合わせでしたね。あ、そうですね。おー、来ましたね。やっぱのっこみの時期特有のこのねサイズ感と、そうです ね綺麗なチヌでございますね。ちょっと杭は浅めですが綺麗にかかっておりますね。お見事でございます。あとのね追い巻きをかけておくのがよく釣れる、連発するポイントですね。エビを追い巻きしておきます、ね、これでさらに釣れる確率が上がると。